やっと試乗の機会が得られました NSX です。この車、僕は2012年のコンセプトが出て以来モーターショーでずっと追いかけていて、この車の、デトロイトとかいろんなところで、何回か、コンセプトの段階でモデルチェンジっていうのは大げさですけども変わってきました。でこれが出来上がった形が 3.5 リッターツインターボにハイブリッドを組み合わせた SFAWD ですね。このパフォーマンスはもちろん興味深いんですけれども、全体のそのスポーツカーとしてどういう着心地っていうかフィット感があるのかっていうのが最大の興味です。早速走り出してみたいと思います。コックピットドリルをみっちり受けました。早速走り出してみたいと思います。ここがスタータースイッチですね。ボタン、でモードはここで選べるんですけども、とりあえずクワイエットモードからいきたいと思います。静かな、この辺を市街地を走るのにちょうどいい。走り出しの、第一印象ですけれども、ステアリングの形状が結構、ゲーム感覚っていうか深淵じゃなくて、四角いっていうのかな、このタッチでもってなんか違う車に乗ったっていう感覚は最初にありますね。だからその手応えっていうか、そのグリップ感はなかなかこう考えられてるようなところがあって、さあ走るぞって気にはなりますね。80キロぐらいで普通に走った時の、このクワイエットモード、これをちょっとスポーツモードにするとちょっと勢いが増して、さらにスポーツプラスだともうちょっと音が明確に出るんじゃないですかね。この上にもう一つトラックという、サーキットを走るようなモードがあって、それには、ローンチコントロール、もう本当にゼロ発進加速をデータ取るようなモードが用意されています。スポーツプラスだと固めですよね。もう一回クワイエットに戻しました。これ4つのモードを持っているということで、クワイエット、スポーツ、スポーツプラス、トラックですね。今こういう可変バリアブルであることっていうのが、もう僕なんかもう20年30年ぐらい前からいろんなものがバリアブルになった方が面白いぞっていうことを考えていたんですけども、これはもう21世紀で現実になりましたよね。これがもうほとんどこうシームレスにスロットルペダルとリンクしたりとか、あとはその頭と車が AI かなんかを使って直結するようなところまでもしかしたら行くのかも分かんないですね。その人間の考えていることを車が読んでみたいなところに多分進んでるんじゃないかと思いますが、そのプロセスとしてこういうハイテクなスポーツカーが現れたということですね。どちらかというとコンベンショナルな昔ながらのスポーツカーがいいよっていう意見もわからないではないんですけども、これはこれで新しいことにチャレンジするという意味で必要でしょうかね。で2010年頃に前の社長の伊藤孝信さんとインタビューしたことがあるんですけども、彼とのインタビューしたことが今のホンダの車作り全部反映してるんですね。この NSX もそのインタビューの時に出てきました。次やるとしたらもうハイブリッドしかないで、単なるガスガズラーのスーパースポーツはやる気がないって言ってました。でその通りのものになっていて、あとはもう一つ大事なポイントとしてはパフォーマンスだけじゃなくてデザインスタイリングですけれども、これがどうなってくるのか、どうしてもこれはアキュラ
アメリカのブランド、アメリカで展開しているプレミアムブランドのアキュラで作られているので、一連の今までのホンダのラインとはちょっと様相が違うと思うんですね。でこれは H マークがついてますけれども、アキュラの A マークがついてると他のモデルラインナップとの兼ね合いも含めてつながるんですけども、この NSX だけがポッと出てくるとどうしちゃったのかなっていうふうになると思いますね。で、これの、まあ、一番末の弟としての S660 っていうのがあるんですけども、あれはこの車のデザインと大体こう横で見ながら出てきたものというふうに入れるんじゃないでしょうかね。であっちはもうもちろんホンダマークのオリジナルなんですけども、その辺の兼ね合いでもってボトムからトップエンドまでってことをやったのが最近のホンダっていうことになると思います。どうしてもその日本のホンダファンは、日本ホンダは日本なんだから日本のホンダとしてやるべきだみたいなことが多く聞かれるんですけど、残念ながらこの、NSX っていうのはもともとアキュラで作られてたんです。先代についても実はあれはアキュラ NSX、 そのアルファベット3つっていうのはアキュラの、まあ、定番なわけで、どうしても日本のファンとかメディアは、ホンダの NSX って言いたがってしまうんですけども、実はそうではなかったっていうことがこの車で明らかになってるわけですね。でこの新しい NSX は全てがもうアメリカ、もう、まあ、企画開発、これはあの栃木にも関与してるんですけど もう生産からもう調達からもう全部アメリカなんですね。この辺の、ホンダの一つの、まあ、車線にもなっているあの需要のあるところで生産をするというコンセプトですね。これに忠実に従ったのは実はこの NSX であるわけです。でここを読み違えると、2370万円もしてなんだよとかっていう話になってしまうんですけども、もともとがどこのマーケットを見てたかっていうことで、答えが出てくるんですけども、これももう一つ僕の持論なんですけども、この10年20年で日本の自動車産業は全てグローバル化してるんですね。で日本のために、日本のマーケットのためだけに作れる車っていうのは本当に限られていて、その辺も象徴しているのは実はこの NSX で、実は、スーパー単なるスーパースポーツとしてだけではなくて、いろんな意味でこの NSX というのは語られるべきことが多い車なんですね。もちろんパフォーマンスも大事ですけどね。東名高速からその降りてちょっとその辺をちょっとロケハンしながら来たんですけども、まあ、いろいろちょっと試してみました。4つのモード、クワイエット、スポーツ、スポーツプラス、トラック。やっぱり僕のこう個人的な好みって言ったらおかしいですけども、クワイエットで品よく走るのがいいかな。もちろんこういうワインディングをちょっとこう気分乗って攻めたいかなっていう時にはもうスポーツを飛び越えてスポーツプラス、まあ、トラックでもいいかなという気もするんですけど、普通に走らせているこのクワイエットモードでの、例えば、スロットルオフにしてトラクションがかからないところでの、まあ、これもう完全にモータードライブになるんですね。さっき確認したところでは下り坂だと70キロぐらいまではずっとモーターのままで走れるという。いや僕なんかずっと長いことプリウスに乗ってたもんですから、その電動ドライブ、まあ、ハイブリッドドライブみたいなものの、なんていうかな、心地よさですかね、を十分知ってるんで、ああいうそのハイブリッドドライブの面白くないとかっていう意見をよく聞くんですけど、そうじゃなくて、それはとってもこう心地よいところがあって、この NSX のように、特にさらにこうプラスアルファで 3.5 リッターのツインターボで、パワーはあるよっていう、ここを味わえると、このこうバリアブルな感じというのは僕はこれからかなと。でさらにこれその上のスポーツプラスがあって、それはもう車種も固まって、これはちょっとその気にならないと、元気がいい時じゃないと辛いかなと。でトラックはもうもちろんサーキット専用みたいなものなんで、それもまあ、
テイストを味わうということでは、まあ、ここの橋のこのスカイラインでやっても別に構わないし、それこそ街中でもやってもいいわけですよね。この辺の選べるっていうのが面白さかな。でもう一回こうファーストインプレッションに立ち返ると、このシートに収まってちょっとこう特殊な形、四角いステアリングに手を添えて、この座ったこう居心地みたいなことを検証していくと、ちょっとこれねビジーなんですよね、デザインがね。あのインストにしてもドアにしてもドアトリムにしても、いろいろこうデザインがたくさんあって、これがいいっていう人ももちろんいるんでしょうけど、僕はもう少し世界観をこうパチッとこう一つにまとめてほしいなっていう感じがあるんですよね。それもあのドライビングのうちで、ドライブインプレッションとか走りのパフォーマンスのうちだと僕は思ってるんで、そことの噛み合いみたいなことですかね。ですからこのクワイエットモードでこう 今モータードライブになってますけれど もうエンジン回ってません。この感じでもフィットする、あるいはここからこうちょっとアクセルをこう吹かし込んでった時にそんなに違和感のないっていうような世界観が出てきたら、結構これあの最初の NSX がフェラーリを慌てさせたようなところに行くんじゃないでしょうかね。あのドライビングのパフォーマンスっていうか、そのいろいろ4つのモードを味わうプロセスの中で得られるこの新しさっていうのは十分感じられるんですね。そことデザインとか、あとは雰囲気とか、そのなんていうかな、全体のこう造形を含めた橋のデザインみたいなことをさらに突き詰めていくと、これはもう一回チャンスあるぞってところにいると思いますね。そのぐらいあの、まあ、ある種の電脳的なパフォーマンスとしては未来があるかなという気がしますね。今はクワイエットモードで走ってます。でエンジンが、まあ、下り坂ということもあって止まってますよね。でこれでやっぱりせっかく芦ノ湖スカイラインちょっとコンディションがご覧のガスってる状況なので、もう一つなんですけども、ちょっとこれをスポーツに変えてみると明らかにエンジンのパフォーマンスが上がったっていう感じが伝わると思うんですけども、さらにこれでスポーツプラスにするとシャシーもモードが行くぞって感じになってますよね。固めになってでパドルで低いギアを選んでいくと明らかにサウンドが違ってきていると思うんですね。切れ味も違うで、本当のこと言ってしまうとサーキットでもう心置きなく全開で走るっていうところにどうしても行っちゃうんですけど、僕はやっぱりこうワインディングロードをどうやってこう楽しむかっていうことにも注目したいんですね。で、まあ、スピードの問題が結構絡んでしまうんですけれども、もちろんこう安全マージンをちゃんとキープしながら、楽しむということを多くの人が認めてくれないとなかなか、まあ、民主主義の国なんで広がっていかないんですけれども、あのスピードは僕ね、あの悪ではないと思ってるんですね。で守らなきゃいけないものでもないというふうに、もっとこうスピードっていうのは気をつけるものではなくて楽しむもの、堪能するものだと思ってるんですね。それにはたくさんの条件があって、もちろん安全はキープしなきゃいけないし、それなりのスキルを持ってマナーを身につけなければいけないんですけれども、あのスピードが気をつけなきゃいけないものだっていうふうにくくってしまうと楽しさがどこにもなくなっていって、どんどん閉塞してしまうんですよね。そういうのは自動車の未来についてもあまり好ましいことじゃないし、そこは強いて言えば自動運転なんかにも絡んでくると思うんですね。僕は必ずしも自動運転が自動車にとってハッピーな世界だと思ってないんで、自分の身体機能、身体感覚を拡大する装置が自動車だということに規定しているので、やっぱり自分が動くんだという、そのある程度肉体がレベルがないと自動車は走らせないものなんで、
それを全部こう AI とかメカニズムに依存することには抵抗があるんですね。でそういった中でこういったこうかなり電脳が入ってきたスーパースポーツカーっていうのは割とこう折り合いをつけていくのに難しいところがあるんですけども、ここをさらに突き抜けていくとよりこう体に近い方向、人間に近い方向に行くんじゃないかと思うんですね。そこをスピードは気をつけなきゃいけないもんだって食ってしまうと何もできなくなってしまうという状況があるんで、これパフォーマンス的には581馬力トータルパワーがあってシステムパワーですね、で300キロを超えていくパフォーマンスを持ってるわけですね。そんなもんいらないよって言ったらそこで終わっちゃうっていうことがあるんで、それをなんとかこう楽しめる方向、みんなで共有できるような、まあこれ2370万円なんてみんながっていうのはなかなか言いにくいんですけども、いつかはっていう感じですかね。そのためには体をこう自らの体を用意しておかないと、このパフォーマンスには多分多くの人が対応できるとは思いません。僕は40年以上自動車乗ってて、もちろんレースの経験もあって、もう64歳ですけれども、なんとかかんとかこういうものに対応できるスキルとか経験を積んでますよね。でそういった立場からスーパースポーツを擁護っていうんじゃなくて、もっと積極的に素晴らしいもんだというふうに言いたいんですね。ですから自動運転も僕は必要だとは思いますけれども、よりピュアな自分の体が動いていくんだっていうスーパースポーツカー絶対必要だと思いますね。でそういった一つの答えとしてこの NSX がある。で今こう短い時間ですけれども、いろいろ試してみて、走りのパフォーマンスについてはかなり洗練されてるし、面白いし刺激的だっていうことは言えると思うんですね。これをどうこう乗ってすぐにこうフィットするとか、これはデザインの感覚とかコーディネーションのセンスだと思うんですけども、それをもっと磨いていって、まあ、これアメリカの車なんでアメリカ人のテイストに合うように作ってるのかも分かりませんけども、もっとこう普遍性のあるスーパースポーツカーの在り方を、多分これ10年ぐらいのライフスパンがあると思うんで磨いていってほしいなと思いましたね。走りに関して言えばたくさんの可能性を持っているという意味で合格ですね。待望の NSX でしたけども、まあ、2時間やっとこう薄日が差してきたかな、あまりいいコンディションじゃなかったんですけども走りました。まあトータルな印象で言うと、こうすぐに馴染めたっていうことがこの車のある種の新しさじゃないかと思います。ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニといったそのもう評価が定まっている古典的なスポーツカーとはちょっと違う新しさですかね。これはやっぱりアメリカで生まれてた車、まあスポーツカーの最大消費地のアメリカで作られた車ということを濃厚に感じて、そのことが日本人が今までこうメディアからこう教わってきたものとはちょっと違うかも分かりませんけども、これは未来があるのかなというのが率直なところです。まだまだやることは、例えばデザインももうちょっとこう洗練させてほしいってこと、いろいろなことは要求はありますけれども、走りそのものについては大いに可能性があると思いました。